ありがとうございました。さあ、今日から2日間やるセットリストですけれども、今の小さい秋とか今日しかやらないんで。そうですね、2日間結構全然違いますよね。共通の曲が、はい、まあ、数曲あるかなっていうね。そうですね、まあ、2日目パーカッションも入るんで、はい、ちなみに明日も来るよって方いらっしゃいますか？あ、結構多いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。きっと旅行がてら楽しみに来てくださった方もいるかと思います、うん、京都の方はどのぐらい？あ、でもたくさんいらっしゃいますね。じゃあ関西圏以外から来てくださった方々、うわー、すごいたくさん。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちの人ごめんね、背中ばっかりまあ今年あれですよね、花風月としては春に東京で1回やりましたけど、はい、それ以外ね、うん、福島県とかだったんで、京都に来るのは結構久しぶりですよね。京都何回か今までやってきましたけど、お寺の中とかね、うん、やってきましたけど、なんか京都は最近はあの和楽器バンドの方で、ツアーの中に入ったりとか、いろんなそんな機会があったんで、うん、来るのはすごく多かったんですけどね、うん、そうですね、はい、花風月としてはなんかすごい新鮮な感じですね。新鮮な感じですね、はい、はい、花風月ぴったりじゃんって、もう私酔いしれてますけど、自分で酔いしれてます、まあ、もうね、昨日だいぶ京都満喫しましたからね。今回2日間あって曲目も違うので、うん、そんなにね、花風月真面目にリハーサルすることなかなかないんですよ。だってお酒飲みながらやってましたもんねそう、なんかね、今回もこのライブのために、はい、まあ、2回かな、はい、その集まってリハーサルしたんですけど、うんうん、結構ね、この編成だと、はい、それぞれの自宅でもできたりして、ピアノがあると ね、 そうね、だから誰かの家に集まってリハーサルするようなことも花風月だとあるんですけど、すもう弾く気なくなってきちゃう、こっちも言ってるし、トークショーです胃袋さん家でこの間ね、リハーサルしたんですよ。そしたらね、どんどんお酒が出てくるの。最初ウイスキーから始まって、ダイソン次をね、そう、琴を運ぶのが一番大変なんで、彼の家でリハーサルするのが一番有効なんですよ。で、私の一台ピアノを最近エレピですけど、あげたんですよ。だからもう置きっぱなしにして、もうスタジオ代わりにしてる。そうそう、すごく程いいっていう。そうで、大体ね、そうすると、まあ、飲むじゃないですか、食べるじゃないですか。で、おやつの時間がすごく我々長くて、うん、2日間その集まって、はい、ポテトチップスの袋が喧嘩しましたね。喧嘩した。そう、なんかね、胃袋さん違う最初があまりにも我々がポテトを食べ過ぎたから、胃袋さんちゃんと用意してくれてて、2日間で7袋食べたって言ってました私ポテトチップス大好きで豪語してるんですよね、はい、チョコとかよりはポテトだと、ポッキーよりはじゃがりこだと。結構ね、しょっぱいもの好きなんですよね。しょっぱいもの大好き で最近敵は第三だって気づきましたね。私油断すると食べようと思ってたの全部なくなって、いや僕ね、普段そんなにね食べないんですけど、私も普段は食べないんですけど、目の前にあると止まんないね。ダメだね、びっくりしました、ね、この間いやすごかったですよね。初めの初日の時に4袋だったんですよ、ポテトが。まあ大丈夫だろうと思って、なんかこうね、ちっちゃな木のボールにポテトバーって入れてあげて、ダイさんの前置いといたら、コーヒー入れてる間になくなってるんですよ。あ、もうないと思って、ダイさんの前置いとくとあれだよね、無意識に全部なくなるよ。お酒がダメだね。お酒入るとね、食欲大崩壊するんですよ僕。いやすごかったよね、ダイさん、うんうんって言いながらずっと食べてるからさ今日も楽屋にね、ポテトが3袋あったんだけど、もうないですもんね、うんうん、そう、さっきね、なんかちょっとね、気まずい感じになったの、ゆうこさんと。なんか僕が気づいたら食べちゃってて、自分でも意識してなかったんですけど、もうそれボケ老人ですよ大丈夫ですか。でゆうこさんから、ダイさんそれまだ私食べてないからねって言われて、気づいたらちょっとね、残りが少なくなってることに気がついて、もうやめようと思って離れてたんですけど、またふとしてね、近づいたらまた食べちゃってて、あ、やばいやばいと思って結果、中見たらカスが入っててのり塩絶対明日買ってこいって言いましたね。のり塩大事ですね、はい、まあまあ普段ね、リハーサル結構そんな感じでグダグダなんですけれど、さすがにね、最終日はこれはやばいぞと、うん、うん、そうね、本気でスタジオに入ったリハーサルが1回ありましたからね、はい、そう、スタジオ1回ちゃんと入って、はい、ゲストの方にも、明日のゲストの方にも来ていただいてリハーサルして、さすがにこれはやばいぞと。3人じゃダメですね、やっぱスタッフさんいないと。そう、スタッフさんがいたりとかね、まあ、ゲストさんがいたりとかね、はい、家っていうのが悪いよね
そもそも、うん、まだあの MC1 ですからね、私たち最初からもうトークショーみたいになって、はい、あれですけど、はい、ね、今日はそんなわけで、最初来た時雰囲気が違うので、あえて入場した時に BGM とかかけずに、この雰囲気を楽しんでいただこうと思ったんですが、やっぱりびっくりするほど浸透してましたね。いや、びっくりしましたね我々が登場する前ね、はい、ステージサイドからこう様子を伺ったら凍りついてました。シーンとしてましたねいや、だから言ったんですよ、ガヤ流した方がいいんじゃないかと。スピーカーからスピーカーからガヤ流そうか。ガヤガヤしてると皆さんガヤガヤしてもらえるんじゃないかみたいな。じゃあ明日来るってさっき手挙げてくださった方は、明日はね、待ってる間にそう積極的に話してもらって、はい、ガヤをお願いします。進んで、はい、桜のガヤねさ、ガヤの桜か、ガヤの桜、そうね、はい、でそれではですね、曲に戻りたいと思うんですけれども、ちょっと、次はですね、いろんなもの、これも今日しかやらないものですね。いろんなカバー、面白いの、かっこいっぱいやってきたんですよ、私たち。なのでそんな中から3人ならではで、普段なかなかライブじゃやらないレパートリーを今日くらいはやっとこうと思いまして準備しました。今日ライブが終わった後にセットリストを外に貼って、どれに収録されてるのかなっていうのも書いてあるやつ作っといたんで、気になった方はそれを見ていただければと思います。ではちょっとここからは楽しいターンでお聞きください。Thank you.
井さん良かったです、すごく良かった褒めてもらいました今、はい、いや、いろいろ考えたんですよ、あの、はい、すっぽんのね、あの花道の下からウィーンって出てくるかとか、はい、あとあの宙乗りね、あの空飛ぶとかね、はい、いや宙乗りしてもいいかもね、うん、あのね、空飛んで尺八吹いたことないんで、まだ僕吹けるかどうかちょっとね、さすがに分かんないですけど、尺八って吹き口がリコーダーみたいになくて、あの自分でそのコップ吹くときみたいに自分で空気作んなきゃいけないから、風浴びちゃうと音が適面に出ないんですよ、ね、息出してる口と息が当たるところに距離があるんで、だからね、野外フェスとか和楽器バンドとかでも怖いのは、海のそばとかだと結構風強いんで、あの音出なくなっちゃうんですよね。だからフェスとかで急に僕が後ろ向いて吹き始めたらちょっと察してください。あ、正面から風来てるんだなみたいな正面から風来てる時ね、なんかあれだよね、埼玉スーパーアリーナの時も空飛びたかったんだけど、やっぱ音出なくなったらって言って、ちょっとね、時速何キロまで行けるかっていうのちょっと、そうですね、一回確認したいですね。まあここだったらね、行けるんじゃないですかね怒られるかもしれない怒られるかもしれないねというわけでですね、次はですね、今ちょっと和楽器バンドの話をしたので、ちょっとここでですね、和楽器バンドの暁の糸の中に出てくる詩吟琴に感想ですね、フルで歌いたいと思います。聴いてください。詩吟琴に貫通、こちらの詩の意味っていうのもね、すごく、知っていただければなと思います。
まあ、あの皆さんもさすがにご存知の方も多いかと思うんですけども、まあ、花が咲けば蝶は寄ってくるという簡単なことを言うとね、であのお金があるうちは人が寄ってきて、みんなこう周りにあふれるけれども貧しくなってしまうと人が周りから誰もいなくなって離れてしまったけれども、あの家にあったツバメの巣には今年はまたツバメが帰ってきてくれたみたいなことを、でそこから何を思うかみたいなことを、こう学ぶのが詩吟だったりします。いろんな捉え方ができる、吟とかもあるんで、ぜひちょっと検索とかしてみてください。ありがとうございました。時放て闇
届かないよ、ここは宴。
ありがとうございました。花風月初めて来られた方がどれくらいいらっしゃいますか？多いですね。ありがとうございます。びっくりした。びっくりした。今までこんなに率を占めることはそんなにないからね、うん、なんかいろいろ前提で話し合ってたけど、皆さんそもそも和楽器バンドってご存知ですか？そうね、前提で話してるけど大丈夫かな。全然知らないかもしれないからね。全然そうね。白竹堂さんに言われてきたけど、誰だあの3人って人もね。そうそうそうね、白竹堂さんの力で今日皆さんにお集まりいただいてるかもしれない。本当ですよ、全然ありえますからね。説明するの足りてないね。じゃあきっとね、足りてないと思いますよ。はい、ちなみに花風月ってもうなんと今7周年目で7年目。うん、はあ、ありがとうございます。大さんも大きくなったもんね。え、大さんも大きくなったもんね。大きくなりましたかね。そうですね、見違えるようですよ、昔に比べたら。清の目からはそう見えてない、きっとね。昔こんなもんだったもんね。大きくなったね。大きくなったよ。7年経てば変わりますよ、それは。はい、だって昔はね、その衣装もずっちゃうぐらいな感じだったもんね。そんなにずっと着てるのみたいな。いや、新しい服ですよ、これ。あの花風月ってそもそも、7年前、約8年前に、はい、もうあれですね、急に出会ってバンド組もうぜって本当にそんな感じだったよね。うん、はい、花風月っていう名前も出会ったその日に決まったんです。花風月ちゃんとね、文字通りにしてるっていうのはきっと知らない人が多いんじゃないかなって今日思ったんで、ちょっとね言ってみてもいいかなと思ったんですけど、はい、やっぱり音とか音のイメージからそういった、なんか名前をつけたいねって言ってサイゼリアで決めたね。サイゼリアに集まる。そうですね、そうスタジオの2階のサイゼリアね、渋谷にあるね、うん、はい、そんなわけでですね、どうぞどうぞ、マイク持ってるし、ちょっと喋って。今の振り方は雑じゃないですかね。びっくりした。ですねって言ってからどうぞどうぞって分かんないですよね、その続きは。何を、水を飲ませって。水は飲んでください。はい、なんなら続きも喋ってくださいね。終わったよ。でもあれですよね、初めバンド組もうぜっていうか、花風月は詩吟やろうぜって集まったんだよね。そう、ニコニコ超パーティーというね場所で、まあ、ゆうこさんがステージに立つということで、そこに一緒にステージに乗る琴と尺八いないかっていう。そうそうそう、まあ、ちゃちゃちゃちょこっとチョコじゃない。なんでチョコって言ったんだろう。琴と8年目にしてこれをチョコに見始めました。やばいですね。まあ色はね、そんな色してるけどね。ポテトが足んないんじゃないですかね、これ。昨日から良くない。すいません、琴と尺八の。すいません、本当にチョコじゃないよね。琴と尺八の、あれですよ、若手イケメン奏者を探してたんですよ。そうなの？うん、そう、限定。怖いですね。怖いですよね。琴と尺八探してるなんてツイートにはね、僕ツイートでゆうこさんのツイートを見つけたんですけど、その大さん、ギリギリ合格だよ。イケメンを探してるなんて一言も書いてなかったんです。そうですね、怖いですね。かっこ花のあるっていうね。かっこ花のある。いや、そうね。で最初、まあ僕がとりあえずメールを送って、うん、釣りしてたら釣れたみたいなね。ほい、最初に釣れたわ、まあまあまあギリ合格かみたいな。すごい評価ですね。なるほど、ギリギリね。ギリギリでしたか。でもこれあれだよね、ダイさんが釣れなかったらさ、うん、僕ダイさんに誘われて入ってるんで、で僕黒野さん誘ってるんで、この3人がごそっといないんだもんね。そうですね、黒野さんとも一番最初うちに集まって、ゆうこさんとダイさんちで鍋した。ね、3人で鍋しましたね。よかったよ、ダイさんがギリギリ合格の顔してて。ダイさんはね、誰よりも花があったからだよ。まあね、その時すごいライブ見に来てくれましたね、ゆうこさん。僕がやってた、いい導入口だと思って。そうそうそう、アイキャッチにいいね。アイキャッチね。アイキャッチはバッチシです。アイキャッチ、そうね。こんないじってますけどね、8年が作り上げたんですよ、これ。いじめじゃないからね。ダイさんたまに傷ついてるの知ってました。で、なんだっけ、
詩吟を歌う時って必ず伴奏の先生がついてくださるんですけど、もう必ずお決まりの方がずっと板付きで伴奏して、歌う人だけこう入れ替わっていくんですよ、基本的には。で、詩吟を広めたくてもそういう機会を自分で持ったバンドがないと絶対に詩吟っていうのを、詩吟が興味ある人以外の前で披露することが不可能だったんです。だから、でもおじいちゃんおばあちゃんがこと数いていつもついてきてくれるって言ったってなかなか大変じゃないですか。だったらもう琴と尺八でもう今やエネルギッシュにバンドしたいと思っている人がいいなと思って、尺八は男のイメージがあるから女性が面白いかもとか。あ、ダイさんは女に見えてたんですか。琴は女っぽいから男が面白いかなとか、だからそんなことを考えながら若手奏者を探してたら、まあ、大さん、まあまあ女じゃないけど面白いからいいかなみたいな。でもこれ尺八女性だったらもう全然違いますよね。うん、まあ、全然違うでしょうね。うん、まあ、でもほら津軽三味線も男のイメージが強いけど、まあまあね、あえて女っていうのがこだわりポイントで、割と私の中ではあ、これやっぱりいいなっていうのがあって、まあ、それで一緒に詩吟をやれるフットワークの軽さが生まれて、まあ、清志くんだってあれですもん、最初電車に自分でこと担いで全部移動してたんですよ、この1セットね。大変でしょ。1回2セット持ってったらね、弾く気なくなっちゃったからもうやめたんですよ。あの二日酔いの日は電柱ごとに休んでた、こうやって電柱ごとにそう、これをねキャリーカートに乗っけて引っ張ってたんですよ。僕全然新幹線で大阪とかまでもそれで来てたんで、てかタクシーに乗れないの、サイズオーバーで。そうだから、例えばこういうとこでやるとしたらもうね、細かく乗り換えるのも嫌だから京都からずっと歩くんですよ。そう、5キロぐらいだったらもう全然歩く、乗り換えする方が大変だから。それで昔はここにコトキンっていうのがすごいついてて、もう最近はすっかりローディーさんがやってくれるから細くなっちゃったんですけどね。そうですね。でもそうやってフットワーク軽く、コトと尺八を演奏してくれる人と出会えたことが、はい、私は本当に人生が変わったきっかけだなと思っていて、でそこでライブをする中で詩吟ができるように環境がなったじゃないですか。それで、詩吟だけやってても絶対みんなつまらないから、詩吟の歌い方を取り入れて普通の音楽をやったりとか、でまずはピアノ弾けるし、ピアノ弾き語りでそういう柔らかい音楽っていうのを始めたのが花風月のスタートでした。うん、ね、まあ、でも自然な流れですよね。優子さんももともとピアノ弾き語りでも、まあ、ポップス歌って活動してたし、まあ、僕も胃袋さんも結構そういうボーカリストのサポートで、まあライブハウスで弾くってこともあったんで、当時はピアニストの仕事の方が多かったね。うん、ピアノの先生とかね、うん、バイオリニストの伴奏とか、うん、チェリストと一緒にとか、3人とも同じあのブライダルの演奏派遣の会社にも登録してましたもんね。そうですね、はい、結婚式で演奏したりとか。今その会社本社が大阪にあるのかな。あ、そうなの。移動したんじゃなかったっけ。なんか私それでね、デビューが決まっている頃に、ゆうこさんすいません、もうどうしても挙式でこのミーシャさんの歌が歌ってほしいっていう人がいて、ゆうこさんならいけますよねって言われて、歌の依頼だったんですね。ピアノだってダイさん今でも電話来てますよ、たまに。その会社から来ない来ない来ない。去年ぐらいまで来てたか。まあでもやっぱり尺八の人分かるないんで紹介してくださいってなりますね。僕一番最初ね、その会社から連絡来たの、当時ミクシーっていうのがあって、でミクシーの僕ねプロフィール欄が尺八吹きますよろしこだったんですよ。適当ですね。そう、そのよろしこに急に会社からメッセージが来て、うちで尺八吹きませんかみたいな。尺八の需要すげえな。いやいや、少ないんだね。まあそうね、だから今も紹介したりっていうのはよくありますね。じゃあ私はあれですよ、川越の結婚式で尺八奏者とピアノ伴奏っていう仕事とかもよく挙式でやる。そうね、その時たまたま僕がスケジュール合わなくて、僕の後輩の子がね、尺八の子が優子さんと一緒にね挙式でやったりもしたみたいですけど、はい、もう今日はおおむねトークショーですけど大丈夫ですか。私そういうつもりで花風月は活動してる。あ、でも花風月はのんびりで話しながらやるライブが多くて、はい、初めて来た人はね、おいおいこいつらいつ演奏するんだよって思っちゃうの。まあ、結構あの8人のバンドの時はマイクを回せない関係とかあって、あと何分ですとかモニターに出るから、私も進行しなきゃいけなくて必死で、あ、今日もいつも反省するのが、あ、今日は誰々のあれかな、範囲が狭かったかなとか、あの振る時間が少なかったかなとか
もう常に MC はそれの反省だから、まあ、清志長言で忙しいんで、そう、僕ね8人の時だと全然喋んないんですよ花風月の時にはたっぷりと清志と大さんのトークショーをやってもらおうかなと。うん、いやでもね、大体皆さんには分かってもらえたと思いますよ。こうやってリハーサルも伸びていくんですよ。よくないね。でもね、本当にそう、本当にそうですよ。と喋ってんの。はい。じゃあそろそろ曲に戻りますかね。はい。はい。花風月本都町かぶれん町のライブ
ブ1日目が終わりました。ちょっと忘年会、ちょっと忘年会って MC 中に1回も言わなかったですね。大失態ですね。いやいや、今回ちょっと忘年会だったんですね、イベント名が、はい、いやでもすごい温かい深い雰囲気でやれたんじゃないですか、はい、我々もついつい喋りすぎてしまいましたね、うん、そうですね結局あのアルコール入れて1時間半、うん、2時間弱2時間弱でしたね、アルコール入れてね、はいはい、僕はもうどれほどのポテトが届いてしまうんだろうと明日を恐れを覚えてますそして最後にチョコって言ったしねことをね、そうお腹空いたのって聞いてたよお客さんがもうそれも大失態ですね、うん、はい、今日は本当にあのアットホームでしたね、いつも以上に、うん、そうですね、初めての人が多い割に、そうそうそう、初めての人多くてびっくりしましたね、うん、口裏さんの大事なお客さんなんじゃないだろうかと、いや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 ね、わけが分からなかったみたいな、誰だろうこの人たちみたいな、うん、めっちゃ話すなまあでも和楽器バンドの話した時とかにすごく反応見てると、みんなあの、うん、そういうねユニットを見てみたいなっていう人もなんかこう増えたし、なんかこう花風月のお客様も昔から来てくださる方もいたし、すごくあの初めての方が多かったことは嬉しかったですね、うん、あとあの提灯とかがずっと客席が見えてるじゃないですか、こっちから喋ると、その景色も相まってなんかこう喋りやすくて面白かったですよね、うん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 、そうですね、はい、なんかこういう機会また作れたらなと思います、はいはい、というわけで今日は花風月の、ちょっと忘年会ということで、はい、ポント町のカブレン町からお届けしました。ありがとうございました。